はい、はい、動きました。これはなかなかね、150段ぐらいあるからね、大変でございます。最後が先ほど西明天皇陵行ったんだけどね、こちらの方が神龍じゃないかと言われたんだけどね、誰もいませんでした。ほとんど人は気配がなかったね、歩いた気配もね。ちょうどあの道路から見るともう高さが一緒なんでね、きれいに見えますねけどね。はい、上がってきました。あれあれ入られんのかよこれ。あら入れないやったわ。入りませんでした。伸び上がろうか。上は見られるやろ。あら、ここ見えてもらえないやわ。これなんか下ろしてもね、下ろさせてくれんと見られへんや。ほら中を見なんと全然中にそういうの入ってんやん。奇跡ですよ。いやこの前開けてあったか見たんやけどね。でその中の石棺が入るようなやつ、石室あるじゃないですか。すごいのがあるんですよ。クリーンタイヤでしょね。あれをわしで取りに来たんやけど。あなんか。まあ一応とて YouTube アップしとるんやけどね、うん、残念せっかくしたのに。残念でございました。せっかく石室見れませんでした。業界館でございます。ピラミッドすごいです。これはメートルぐらいあるのかな、体格で高さが出るなんだろう。5、6メートルありますかね。10メートルないかな。そんな感じでございます。前も関数塚古墳松田岩船、こっちから行けたんかね。展望広場30メーター。あ、右にね、はい。これがね、一番最高。まだまだいいですか。高松塚見えますよ。あ、そうですか。ここは見えないんですけどね。高松塚周辺は、はい、ここがちょっと森に隠れて見えないんですけど。これコンクリや言うて、私文句言ったんですよ、この前。え？コンクリでしてどうすんねや言うて。これこれ。これコンクリでな、売ってどんなすんねや言うて。これコンクリじゃないですよ。いや、それだから先生がここで説明してありました。ああみんなコンクリート元にやって、うん、そうでしょう。はい、あ、これ石なんですよね。誰が見てもコンクリートじゃないですか、これ色が。見たらね、はい、あ、当時はでもこういう形だったらしいですね。あの石張りも1300年前、これ石の四角い石を張ってるんですか。張ってるんです。コンクリート持って張る人、うん、だからみんなコンクリートに、うん、でも決してわしも分かってないから、あのなんでコンクリートやるんですかって聞いたんですよ、ここで。先生来てありましたけど、なんか、はいはいはい、講師の方が、はいはい、ほなやっぱりそう思われますか言われて、見たままね、あの違うんです言うて、うん、これは違うんです。えらい講釈受けました。そんでこれはコンクリートでっていうふうに見えんねんけど、そこで書いてるかな。あ、そこ、あ、これはちょっと石張りのこと書いてましたけどね。
ほんで今行ってきたんですよ、向こうには。車巻き喧騒塚古墳ですか。あ、車巻きのね。ほんなら、もう消防じゃないですか、あそこ。うん、そうですね。ここが診療やったらね、変更しなきゃいかんないけどね。そうそう。あの、宮内庁さんは。本当はね。だから八角墳も一緒やもんね。もう絶対変更しないもんね。だからあの八角墳ではもう天皇陵って言うてみんな言ってるわけやからね。だから文武天皇陵もあれもおかしいんですよね、あれね。おかしいんです。おそらく。これ文武天皇このまま正面に見えますけど、これは本来どうかわかりません。文武天皇も天皇陵もこんな感じで八角墳やったらやってたかもしれませんね。だから中尾山が八角墳やもんね。中尾山、はい、そうですね。だから文武天皇陵ってもうほぼね。お詳しいですけど、どっか学校。地元やから。この地元やから。地元でしょ。地元大学の関大の方かと思って。いやいや。また怒られるかと思って、昨日来られて。私もあの一応ね、この文化財課の仕事に、それでね、結局日本書紀の記述から言うと、やっぱりこの場所と、はい、この天狗寺と星塚古墳のセッティングセットが、はい、やっぱり一番正しいんですよ。正しいんですか。だからもう学者ではもう間違いなくここが最後。向こうはちょっと離れてますもんね、向こうではね。高取の方はちょっと離れてます、ね。離れてます。だんだんね。だから、あの古墳の公園の上の方からここは真正面にピシャーッとこれが目に入るように。高松塚から見えるんですか。見えるんです。もう高松塚から、ね、ここから高松塚見えるじゃないですか。これ古墳はね、この森が、あの邪魔になって見えないんですけど、はあ、古墳周辺はここから見えるんですよ。ずっと高松塚公園はね、これ真正面がそうです。そうやけど古墳はここからは見えない。ただし高松塚古墳の公園の中からだったら、もうここもべちゃーっと見えるんですよ。この間からあの樹木を全部伐採して向こうからさっと見えるように。これものすごい望遠やけど見えませんわ。いや、あの天狗寺塚古墳は別名朝顔塚と呼ばれておりまして、その由来となっているのは、朝顔の花びらと天狗寺塚の八角形が類似していることからそう呼ばれています。さらに周辺の調査を進めていくと、最初は平らな地面を掘り進めてたんですけれども、すぐにですね、大きな巨石が現れまして、俺ども床石が続いていくと、非常に大きな石室であるということが分かりまして、非常に驚きました。この古寺塚古墳古墳の発見は、それぞれの埋葬者を知る手がかりとなります。日本書紀の天智天皇6年の上に、斉明天皇と橋糸の姫御子を埋葬した三朝木の前に、太田の姫御子を埋葬した記述がございます。